聖州の家内聖州は古代中国の州王朝の前半部分である。州の武王が牧野の戦いで陰王朝を滅ぼして創設され、紀元前771年に拳銃の遊牧民が首都後継を侵略して州の遊王が殺されて終わった。聖州初期の国は75年ほどは栄えていたが、次第に勢力が衰えていった。先代の王朝の領土は、 封建領土で分かれていて、次第に王朝から独立していった。紀元前771年に、周王朝は伊水の流域から追い出され、その後の実験は周王朝の名目上の風神の手に握られた。初期の記録はほとんど残っておらず、青州の記録は日付が不確かな王の記録のみである。武王は征服から2、3年で亡くなった。 息子の聖王が幼少だったため、兄弟の周皇丹が経験が浅い幼少の王を摂政として補佐した。その他の兄弟は周皇丹の権力が強化されるのを不満に思い、武功や他の領主、院の移民と手を組み、反乱を起こした。周皇丹は反乱を鎮圧して多くの領土を征服して周王朝の支配下に置いた。周皇丹は 王権新授説に対する院の主張に対抗するために、天命の協議を策定し、東の首都として、洛陽を設立した。封建制において、王家の一族や将軍は、洛陽進む、院、路、バ燕を含む東部に領土を与えられた。周王朝の支配がより大きな領域に広がったために、権威を維持するために定められたものだが、これらの領土の多くは、 周王朝の衰退と共に兄弟になっていった。周皇丹が摂政を辞任してから、その後の西王の知性と、彼の息子の皇王の知性は平和で繁栄していたと、される。西周王朝の領土第四大王の昭王は、諏訪江に対して遠征したが、周軍の大部分が戦死した。第五大王の牧王は西王母を訪ねたという、伝説で知られている。領土はおもむろにより失われた。 おそらくは、かつて王の兄弟が保持していた領土が三十警帝、四十警帝にわたり、王と封建領主との間の家族関係が薄くなったために、牧王の長い知性の間に王朝が衰退していったとされる。周辺領土もまた、周王一族と同じように、地方で権力と威信を高めていった。その後の四代の王については、文献が乏しい。第九代王のエビス王は、 生の愛好を叶えで釜茹でにしたと言われ、このことは封建領主がもはや従順で亡くなったことを意味している。第十代王の霊王は追放され、十四年ほど共和の折衝が続いた。霊王の追放は、中国で最初に記録された農民の反乱によるものである。霊王が追放先で亡くなると、共和が終わり、息子の仙王が権力を握った。仙王は、 州王朝の権威持に努めたが、諸侯はますます従わなくなった。青州の第十二大王にして、最後の王は、竜王であった。竜王が妻と側室を入れ替えると、紀元前771年に、戦災の強大な父サルコが拳銃と共に、西主と後継を攻め、竜王は殺された。このことにより、地方で戦争が始まり、旗が統一するまで続いた。 学者の中には後継侵略がスキタイが西方に拡大する前にアルタイ山脈から襲撃したことに関連する可能性があると推測している。州の貴族のほとんどが伊水流域から撤退して下流域にあった古い東の首都洛遊付近に戦とした。これにより東州が始まり、慣修的に春秋時代と戦国時代に分けられている。州王は 収入のほとんどを伊水流域の横領から得ていた可能性がある。これは、州王朝が当選してから急激に権力が衰退したことで説明されるが、証明するのは難しい。この数十年で、考古学者は、州王朝の追放後に伊水流域で渦漏れた、かなりの数の宝物庫を発見している。このことは、州の貴族が突然に、故郷から追放され、 期間を望んだが、実現することがなかったことを意味している。ありがとうございます。